お疲れ様です。たくまるです。さあ、今回はですね、10月3日火曜日にファミリーマートから発売されました、北海道かぼちゃのモンブランプリンを食べていきたいと思います。こちらですね、公式サイトによりますと、ねっとりとした舌触りの濃厚なかぼちゃプリンに、ホイップクリームとかぼちゃクリームを絞った、かぼちゃ尽くしのモンブランプリンですということで、まあ、モンブランというと大体栗のイメージをね、すると思うんですけど、それをですね、かぼちゃにしたということで、これもめちゃくちゃ美味しいと思います。で、モンブランで終わるんじゃなくて、下にプリン丸っていうのが僕最高だと思います。中身はですね、こんな感じでもうめちゃくちゃ広いですね。かぼちゃの線がいっぱい見えますし、下のプリンもですね、普通のプリンよりオレンジっぽい色してるんで、このプリンでもかぼちゃのね、味を味わえるんじゃないかなと思いますね。上にかぼちゃのクリームと、真ん中にホイップクリーム、そして下に多分かぼちゃプリンですね。では、いただきます。おー、かぼちゃ感、まあまああるな、これ。おー、最初はね、あんまりかぼちゃの味しないんやけど、3秒から5秒ぐらい待ったら、一気に口からかぼちゃの香りがふわっと出てくる。で、ホイップとかプリンとか、これ全部なんやけど、これ甘すぎないね。全然ね、甘くなくて、甘いのが苦手な大人の人でも美味しく食べられると思うし、逆に甘いのが好きな子供でも、かぼちゃ好きやったり、こういうね、プリンとかね、好きな子多いと思うんで、ちょっと甘さは足りないかもしれへんけど、子供でも美味しく食べられると思いますね。ああ、うまいわ、これ。舌触りもね、もうねっとりで、舌の周りにかぼちゃのクリームがもうまとわりついて、口の中がもうかぼちゃ畑みたいな感じで、もう最高やな、これ。かぼちゃ好き、たまらんと思うわ。ホイップクリームは、かぼちゃクリームとプリンの味わいを引き立たせるためにあるようなもんかな。このプリンが一番かぼちゃ感強いと思う。もうプリンっていうよりなんていうの、ほんまかぼちゃをね、めちゃくちゃ使ってると思うわ。ほんまそのぐらい普通のプリンと全然違う。食感とかそうやし、カラメルも入ってるんですけど、カラメルの味がかすんでしまうほど、もうかぼちゃかぼちゃかぼちゃ。はい、というわけで今回はですね、ファミリーマートから新発売されました、北海道かぼちゃのモンブランプリン食べてきたんやけど、もうね、かぼちゃの味がもうすっごい口の中に入ってきて、もう美味しいわ。めっちゃ、ここまでかぼちゃの味が出てるとは思わへんかったし、甘さも控えめなところがちょうどよかったなと思いますね。甘すぎず、苦すぎず、かぼちゃの味を味わうにはちょうどいい甘さで最高でした。値段がですね、298円で、まあ大体ね、約300円ぐらいなんですけど、まあ、そうやね、かぼちゃ好きにはね、おすすめなんですけど、スイーツ、ちょっと甘いのが好きで、甘いのが食べたいわっていう時にはちょっとおすすめできないかなと思いますね。ただめちゃくちゃ美味しいんで、ぜひファミリーマートに寄った際はですね、食べてみてください。これからもね、こういう新商品食べていくので、よければチャンネル登録してくれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。